グロービス知見録。改めて、そこで、川辺さんからお伺いしたいと思うんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これまさにこの間に、ヤフーとですね、LINE というですね、まあ、日本の、両巨頭の、まあ、経営統合という大きな動きがあったわけですけども、この、今の状況でですね、メディアという観点から見れば、ヤフーと LINE の、経営統合の効果というのは、出てきつつ、どっかに現れ、出てきてるんでしょうか。はい。まあ、コロナの文脈でちょっと話をさせていただきますと、まあ、ヤフーと LINE が経営統合したってどういう意味合いがあるのかと言いますと、まあ、日本のほぼすべてのインターネットユーザーにリーチができる存在になったわけですよね。しかもリーチというのは、テレビのように、視聴者が、こう、まあ、NHK も多分全員にリーチできるメディアだと思いますけども、視聴者が見に来てくれるっていう、変方向ではなくて、こちらからも、まあ、連絡を取ることができるんですね。スマホのプッシュとかで。で、それが、コロナ禍においては結構大きかったんじゃないかなと思ってます。例えば、その、地域ごとのコロナの感染状況や、緊急事態宣言をパーソナライズして、まあ、あなたの地域に緊急事態宣言が出たんで、外出気をつけてくださいね、というのを、こちらからプッシュで呼びかけられたり。まあ、あるいは、LINE では、健康調査、一斉健康調査ってやりましたよね。あれで数千万、2,000〜3,000万のユーザーからの健康状態の登録が、まあ、あったわけですけども、まあ、こんなの、今まで絶対できなかったですよね。あるいは、まあ、10万円全国民に出たんですけども、まあ、10万円が必要な人と必要でない人は正直、群がったわけですけども、それを寄付に回そうって時に、ヤフーインターネット募金で、それを寄付に、もっと困ってる人に回しませんかという寄付の、まあ、呼びかけもしたし、それがそのまま、ヤフーウォレットで払えた、みたいなこともありました。あるいは、ウームと一緒にですね、ヒカキンさんを通じて、まあ、そこの寄付を呼びかけたりですとか。とにかくその、インタラクティブですよね。インターネットの本質の一つに、インタラクティブがあると思いますけども、インタラクティブな形で日本国民ほぼ全員にリーチをできるメディアが登場したというのと、このコロナ禍というのは、まあ非常に大きな意味があったんだ。これからもいろんなことがあると思いますけども、そういう時に、このインタラクティブ性と日本、国民ほぼ全員に、コンタクト可能というのを、まあ、我々インタラクティブメディアとしては、駆使してですね、まあ日本に貢献していきたいなと、そのように考えています。今回のそういうコロナの情報発信で、具体的に、そのインタラクティブが、ヤフーの中で、成功しているケースがあればご紹介していただいてもいいですか。まあ今、触れたようなことが、多いですけれども、やはり、まあそうです。繰り返しになっちゃうと時間がもったいなんで、ほぼ割愛しますけど、地域ごとに感染状況が全然違うんで、それを地域ごとにターゲティングして出せたこと、10万円もらったらそのままもっと困っている人に渡そうと、インターネット寄付に、をたくさん集められたこと、そしてこれからはワクチンですね。やっぱりワクチンの情報もパーソナライズして、まあ今日も私、立山市民で、立山のワクチンの受付が始まりましたよって、ついさっきアラートが来ましたけども、まあそれで LINE の方にそれが移行するとそのまま受付までできてしまうんですよね。まあ、そういったことが現にこのコロナ禍の中で使われ始めてるっていうのは、まあ、繰り返しますけども、ただのメディアじゃない、インタラクティブメディアとしての特性かなと思います。ありがとうございます。先ほどワクチンの話ありましたけども、こう、ワクチンの情報って、すごく、まあ、伝えるのが、こう、難しいところがあるんではないかと思うんですよね。つまり、極めてポータルさえいろんな情報が流れてくる。で、その中で、例えば、副反応については、まあ、既存のメディアの中でも結構危険だっていうような情報をこう、流したりですね、するところもあったりしますよ。で、これどういうふうに扱っていくかっていうところに関しては、こう、ヤフーの中でこう、ポリシーみたいなのあったんでしょうか。
ワクチンに関しても完全に役所と連動でしたね。役所が出すその接種情報、受付情報、あるいは副反応の情報、こういったものを、わかりやすく、ターゲティングして出すというのに努めておりました。まあ、やっぱり最終的に、無料で国が提供して、副反応も含めて責任取ってやるのは国ですから、国の情報を、使う。ただし、やっぱ国の情報ってまあ、ほぼ国のホームページって、ユーザーからするとプル情報しかないですよね。プッシュしてくれないですから。だからそこのプッシュのところを我々が担ったというのが大変かなと。もちろん、Yahoo ニュース等を通じて既存メディアの、そういう副反応の情報とかも届けてますけども、まあ、Yahoo が主体的にやったのはどちらかというと、その行政からの情報を、まあ、こう、切り分けて、ターゲティングして出すということに努めました。まあ、努めましたか、努めてます。行政からの情報っていうのはかなり取りやすい情報の形になってたんですか？そういう、まあ、データとか情報発信を含めて。それともそこはかなり、苦労したとかあるんでしょうか？それは常に取りやすくないですね。もちろん役所の人たちもいろいろ、工夫はしてくれてるんでしょうけども、まあ、そもそも API って何ですかみたいな世界ですから、まあ、で、今回はさすがに途中でファックスなくなりましたけど、東日本大震災の時、計画停電の情報って本当にファックスで来て、それを受け取って Yahoo の方でデジタル化して、ターゲティングして出すとかいうのを、まあ、10年前もやってて、若干そこから進歩しましたけども、まあ、まだまだ、役所からの情報っていうのはいろいろ、使い勝手はあまり良くないっていうのは正直なところです。そこはぜひちょっと期待したいところですよね。やっぱりオープンデータというところには。ありがとうございます。次は NHK ワールドの、高井さんにお伺いします。改めてなんですが、NHK ワールドと聞いてもですね、多分この会場にいる方、何をやってるかっていうことが、どういう活動をされてるのかということが、まだ、十分理解されてないと思うんですけども、まあ、そもそもこの一年でですね、特に強化して、こういうことをやってるんだということがあれば、ちょっとお話しいただけますか。NHK ワールドは、まあ、協会国際放送っていう言い方なんで、まず、国内では、放送扱いになってません。ですから、国内で見れるのは、ネットと、あとケーブルですね。ケーブルで、JCOM とか、そういうところでは見れますけれども、基本的には国内では、放送という形にはなっておりませんので、まずそこで皆さんが、まあ、多分、知らないっていうことだと思います。で、一方で、世界という観点から言えば、衛星協会国際放送という位置づけで、まあ、これは、立派な放送になっておりまして、まあ、放送事故があると総務省に報告しなきゃいけないと。まあ、こういう立て付けになってます。で、現在は、まあ、2009年に、2チャンネルになりまして、2009年に NHK ワールドジャパンという、英語放送専門のチャンネルが1チャンネル上がって、もう一つは、在外邦人に向けての、日本語放送ということで、これは、NHK ワールドプレミアムということで、アメリカにおいては、別配信でテレビジャパンといって、まあ、ヨーロッパにおいては、JSTV っていう、テレビになってるところもありますけれども、これは民放の、番組なんかも入れ込んだ編成になっていて、まあ、この2チャンネルあると。ということで、で、我々が、まあ、特に力、この数年で力を入れてきたのは英語チャンネルということで、これは現在160の国と地域、3億8000万世帯が視聴可能というような形になってます。で、よくニュースに出てくる中国ですね。ここは中華人民共和国は配信できてません。NHK ワールドプレミアムという日本語チャンネルのみ、受信を、いわゆる略地許可を下ろしていて、2チャンネルは認めていたということで、まあもちろん中国が入ればすごい数の世帯数になりますけれども、まあメインランドチャイナを除いたところで、まあ大体3億8000万ぐらい見れるということです。まあとにかく英語の、まあフルで全部英語のチャンネルですので、時差なんかも関係して、大体6時間で1つの編成していきます。だから6時間、6時間、6時間、6時間で、だから1日に4回同じような、番組が放送されるっていう4回しっていう形になってますけれども、そういう NHK ワールドを、まあ、やってるんですけど、まあ、力入れてるってことで言えば、先ほど申し上げましたように多言語化ですね。とにかく、例えば、NHK ワールドジャパンのインターネットサービスはライブストリーミングやってるんですけども、アメリカにこれ配信してる関係で、連邦 FCC のですね、
レギュレーションでキャプショニングしなきゃいけないんで、全部字起こししなきゃいけないっていうことになってて、これはバイタックってペンシルベニア州にある字起こし専門のすごい会社があって、まあそれは NBC とかみんな使ってるんですけど、そこで起こしたやつをアメリカ配信してて、で、それをニューヨークの会社が AI で自動翻訳してやってると。ということで、今、7言語8種類ですね。簡体字と繁体字も入れると8種類ぐらい。で、まあ、31日からハングルとポルトガル語を入れたということで、まあ、とにかく多言語サービスを充実していきたいと思っています。そういう活動をしててですね、どういう反応があったか、ある意味、その KPI みたいなものってあったりするんですか？まあ、基本的に、我々、いろいろインターネット調査なんかをやってて、まず NHK を認知している、海外において NHK を認知しているっていうところが多いのが、まあ、インドネシア、タイ、ベトナムですね。で、この辺あたりが実は NHK と非常によく知っておられると。で、確かにインドネシアは現地送信で、FM 放送局にですね、我々のラジオ放送を出してたりしてますし、タイも大学に出してるんですよね。大学の、FM 局に出したりって、まあ歴史がありますんで、まあそういうことで言うと、まあそういうことも考えながら、多言語サービスをしているという形です。NHK ワールドの活動自体は、NHK の場合ですね、まあ、いわゆる、その同時配信の問題で、いわゆる、こう、民業圧迫になるんじゃないかということで、まあ、同時配信かなり厳しい制限があったりしますけど、NHK ワールドの、そのデジタルの活動自体は、その制限の外にあるということなんですか？基本的に民放さんも含めたところと競合しないという、まあ、考え方のもとに、まあ、いわゆる同時送信ということは NHK 自体の NHK プラスって形でこの間始まりましたけれども、我々のライブストリーミングサービスは2013年ぐらいからもうずっと始めてました。 YouTube の橋が出なくて、鎌田さんお待たせしてすいません。まあ、まさに、間もなく10年になろうとするですね、ブームなんですけども、まあ、日本のこう YouTuber をこう引っ張ってこられて、で、その中で、まあ、コロナに起きたこの1年、ちょっとの間ですね、こう、ブームの中で何かこう変化というのはあったんでしょうか？まあ、コロナの時に、まず自分たち事で言うと、オフィスをミッドタウンに移したばっかりで、六本木ヒルズから倍の広さで行くぞって時にですね、コロナになっちゃって、多分まだ出勤したことない社員がいるんですけど、いや、もったいない。本当に高い物置みたいなところからスタートしまして、で、まあ、本当に緊急事態宣言が初めて起こったタイミングっていうところで、まあ、僕たちは、YouTuber からの、アドセンスだったりとか、タイアップの一部の手数料徴収して、結果の売上、会社の売上になってるんですけども、まあ、やっぱりこの再生数は上がれど、こう、クリエイター自身も不安があるというところで、まあ、直近、まあ、去年ですね、その2ヶ月間ぐらいはアドセンスも徴収しないということを、まあ、支援金という表現は難しいかもしれないですけども、やっぱり個人の不安っていうところをですね、取り除いてあげようということで、まあ、一つ意思決定をしたというところと、まあ、結構緊急事態宣言中に一番こう直面した問題が、動画を撮りにくかった、非常に作りにくかったっていうのはあって、やっぱりこうさっき東日本の震災の話がありましたけども、僕たちも企業さんから先ほどの通りお仕事をいただいてですね、動画を投稿するってことをやっていますけども、やっぱりこう、震災、天災の時っていうのはちょっと不謹慎なんじゃないかということで、まあクライアントさんにもご説明させていただいて、動画投稿を控えたりとかですね、まあ結構こう、難しいところですけども、クリエイターが作る動画の中で、その謝罪なものが含まれてたりとかすると、それに広告がついてるだけで、視聴者の方からしてもですね、結局お前それで再生回数でお金を稼ぐのかみたいな、まあ、結構捉えようによってはみたいなことも多かったので、まあその緊急事態宣言中についてもですね、こう家の中で動画を撮るということではありながらも、こう非常にこう笑わせようとしてるわけでもないかもしれませんが、結果的にこう動画の内容についてはこう不謹慎だと言われないようなものを作らなきゃいけないと。並びに結構こう、ここ最近で言うと YouTuber も外で動画を撮る機会非常に多かったので、そういう意味では、なんかこう、活動しにくいなっていうことは、まあよく YouTube って家の中でできるからいいよねってこうお声もいただきますけども、まあ一定程度感じたんじゃないかなというふうに思いました。そのあたりっていうのは、ウームとして、こう、YouTuber の方に何か、こう、指導したりとか、情報を与えたりするんですか？こういうとこ気をつけた方がいいよとか、そういうこと。
まあ、情報は常に日頃からですね、やっぱりこう、まあ、コロナ禍じゃなくてもですね、こういうことがあったら、こういうこと注意しなさいよみたいなことは定期的にやってるんですけども、まあ、やっぱりその時に一番こう言葉として発信したのが、その個人がメディアになるっていう表現を、先ほどこう、少しは叶ったのかなって言いましたけども、まあ、やっぱりこうメディアっていうものは別に僕が言うことでは絶対違うかもしれないですけど、何かしらその責務が、発信することによってですね、あるというふうに僕らは思っていて、まあ、ただ単純に面白い動画を作って儲かればいいってことでもないと思っているので、まあ、先ほど川辺さんからもありましたけども、まあ、ヤフーネット募金さんと一緒になって、まあ、ヒカキンがこうコロナ禍においても募金活動したいということで、結果的には3.7億円が集まって、まあ、そういうところで貢献できたのかなってことも思いましたし、まあ、ステイホーム期間中っていうところで言うと、まあ、やっぱり家にいましょうっていうことを、まあ、こうみんな発信してたと思うんですけども、まあ、よくこう僕たちもこうインフルエンサーを使って、そういう発信をしてほしいっていうところで言うと、若年層がもう、例えば地上波を見なくなったとか、まあ、メディアにどうやってリーチしたらいいのかわからないという声掛けをいただいた中で、じゃあうちのクリエイターを使って、情報発信していきましょうということをですね、やる機会が非常に増えてきたという意味で、まあ、たまたま、まあ、いいことかどうかは置いといてですけども、まあ、昔その震災があった時にはですね、まだそのインフルエンサーとか、YouTuber というメディアがなかったところに、まあ、このタイミングであれば、少しはそこのリーチできるですね、メディアとして、貢献することができたのかなというふうに思いました。カナさんおっしゃるように、こう、YouTuber の存在ってすごく大きくなってきて、まあそういう意味で言うと、まあ社会的、役割も大きくなってるし、まあ社会的責任も大きくなってきてる。ちょっとその、機会やお話が出たんで、せっかくですから、河辺さんにお伺いしますが、さっきも出た、LINE の、情報管理の問題ですけども、まあ、この前、中間発表みたいなって、こう、やりましたけど、こう、あれを、まあ、見てると、要するに、まあ、ちゃんと、こう、LINE から報告が上がってなかったっていう話なんですけども、これは、この経営統合ってことを考えると、まあ、そのパートナーである、こう、ヤフーから見てもですね、こう、かなり、いい加減にしてくれみたいな話だと思うんですけども、ここ、すいません。ついつい元週刊誌の記者なんで聞いてしまうんですが、河辺さんは、これ、ご存知なかったと思うんですが、聞いたときいかがだったんですか？怒ったんですか？まあ、管理の仕方がヤフージャパンとはだいぶ違うなっていう印象はありましたね。で、それはやっぱりグローバルに、サービスを提供している、LINE とガラパゴス化している、そのヤフーとの、まあ、違いであったわけですけれども、数年前まではまさに違いだよねって多分済んだのが、この数年で、まあ、一つはそのデータナショナリズム的な機運の、まあ、盛り上がり。もう一つは、米中対立からの経済安全保障という、その二つのテーマにおいて、まあ、グローバル企業といえども、そのデータの管理の仕方は、その二つのトレンドを踏まえて対応しなきゃいけないと、いうことが、まあ、この LINE の情報管理の問題ではっきりしたなと。こういうふうに思ってます。で、当の LINE は当然、こういう特別委員会までできてやってるわけですから、これから改善していくわけですし、まあ、Z ホールディングスの会社の中には、ヤフー以外にも ZOZO ですとか、アスクルですとか、バリューコマースですとか、まあ、いろいろの、ユーザーのデータをお預かりしてる会社がいっぱいあるわけなので、まあ、LINE のみならず、等しく Z ホールディングスの会社の、各社、のデータのガバナンスを、まあその最新のトレンドに合わせたものに、まあ一気に変えていかなきゃダメかなというふうに思ってます。はい。ですよ。これは、まあ、LINE の、こう、個別の問題を別として、この経済安全保障っていう視点は、これまで、こう、なかったリスクで、あまり、まあ、意識してこなかった。少なくとも、大きな問題になると思ってのは来なかったんですけど、これが、まあ、新しい経営リスクとして、相当、クリティカルな問題として考えなきゃいけないなという、ところが出てきたということだと思うんですね。河辺さんも、そのあたりっていうのは、意識されてたのは、経済安全保障っていうのは意識されてた
ていうのはありましたか？こうリスクとして。まあ、子供の頃、実は、まだ冷戦でして、私も子供の頃は。で、ソ連っていう国があったんですね。うん、今そこにいる若いベンチャー経営者の人って、もはやソ連を知らないかもしれないですけど。で、ココムっていうのがあって、対共産圏輸出、規制なんとかっていうのがあって。で、今も話題ですけど、当時も東芝がですね、それに違反して大変だみたいなことがあって、子供の頃に何が大変なんだって興味を持った記憶があります。で、そこから冷戦が終了して長く、そういうことがなかったんですけども、私がまあそれを意識したのはですね、ファーウェイですね、ファーウェイ。で、ソフトバンク、携帯会社のソフトバンクの取締役も私やってるもんですから、まあ、ファーウェイの機器をソフトバンクはまあ、かなり、たくさん使ってたのを、まあ、その経済安全保障の機運の常設ともに、まあ、ある時期に全部変えましたよね。それは他のキャリアも全部変えましたけれども、変えなきゃいけないんだと。こういうふうに、まあ、体感したのが2、3年前ですよね。まあ、そこからある程度は意識するようになってますけど。はい。ファーウェイでしたね、最初は。なるほど。それがもう今、かなりクリティカルな問題になってきたということですよね。そこで改めてお伺いします。まあ、ヤフーと LINE の経営統合の時に、まあ、この、今日の G1 のセッションの大きなテーマでもある、GAFA とどう戦うか。要するに GAFA を意識された、発表されておりました。で、河辺さんが、こう見てこられて、その GAFA に、ここなら勝てる。GAFA の弱点っていうのは、どこになりますか？どこだと、どこを狙うんでしょうか？まあ、GAFA にですね、弱点っていうのはありません、基本的には。もう圧倒的な存在です。ですから、GAFA の弱点を作るというよりかは、自分たちのオリジナリティをどう作るか、に尽きるんだと思っていまして、自分たちのオリジナリティは、GAFA と構造的に捉えた場合、GAFA ってやっぱアメリカの会社が多いんで、バーティカルなんですよね。バーティカルな分野で大きくなっていってんです。Amazon 対 EC、Google だったら、まあ、検索と、広告。で、Facebook だったら SNS と広告と。こういうふうに、まあ、それぞれ垂直にこう大きくなっていってんですよね。で、一方で、Z ホールディングスは、検索、メディア、e コマース、そして PayPay のようなリアルの決済まで、まあ、ホリゾンタルにというか、幅広く、サービスのラインナップがありますんで、これを、つなげていき、かつ、ソフトバンクというキャリアですよね。日本の場合は、まあ、キャリアが非常に力あったり、資金力があったりするわけですけども、まあ、そのキャリアの力をグループ内に取り入れながら、非常にホリゾンタルにサービスを、まあ、ワン ID で、ユーザーにメリットを提供できるみたいな。こういうのを強みに、まあ、戦っていったり、ユニークな企業グループとしてやっていくと。まあ、いうのが、GAFA に対抗する仕方だと思います。もう一つはやっぱソフトバンクビジョンファンドですよね。GAFA といえども、新しく出てきた新しい分野や会社に叶わないことが多いわけですよね。Uber に、ライドシェアの分野で GAFA はどこも勝ってないわけですし、まあ、いろんなフィンテックもそうですよね。ですから、やはり、どんどん新しいジャンルのサービスが出てくる。それはソフトバンクビジョンファンドが先行的にいろんな情報を取ったり出資してるわけですから、そういうところと連携していきながらですね、まだ GAFA がやってない分野に先にやってしまうと。まあ、こういうふうな形で元気はつらつと。別に GAFA を倒したいってわけじゃ我々ないですから、GAFA にない魅力を作ってユーザーから選択される第三の選択肢になると。こういうことを目指していきたいなと思ってます。ありがとうございます。鎌田さんは、まさに、ウームは、こう、YouTube というですね、こう、GAFA の、プラットフォームの中で、こう、大き、まあ、ビジネスをされていて、まあ、そこの、まあ、が、まあ、ビジネスの中心でもあったりするわけですけども、一方で、例えば、まあ、YouTube のですね、例えば、アルゴリズムが変わったりとか、まあ、広告の仕組みが変わったりと、いろいろこう影響を受けたりする部分もあると思うんですけども、まさにそういう、こう、GAFA との付き合い、あるいはGAFA に、まあ、大きく、まあ、依存するというか、こう、シェアの高いと、ここはどういうふうにご覧になられておられますか？そうですね。まあ、もちろん YouTube というものの上でビジネスをして、で、それはこう、僕らも上場するときに、その1の分のリスク事項で書いてくださいみたいなこととか、
まあ、圧倒的に売上の比率が Google が多かったので、まあ、そういうところは認識しながらも、まあ、当時はすごく YouTube っていうサービスが、その、クリエイターのコンテンツをマネタイズするっていう意味では最適だったなっていうのを、まあ、今でも覚えてますと。じゃあ、ここから会場から質問を受け付けたいと思いますので、質問のある方は挙手をお願いできますでしょうか。堀さん、お願いします。メディアと今後はコンテンツが重要になってくるだろうと思っていて、まあ、Yahoo とかはどちらかというとメディアであまりコンテンツは作らないと。NHK の場合メディアとコンテンツ作ってますと。それから、ウームの場合にはコンテンツを、まあ、基本的に作っていて、メディアは Yahoo、YouTube とか使ってるということで、まあ、一番興味があって、これはすごいバックとした質問なんですけど、売れるコンテンツっていう何か、こう、どういうふうに作ってるのかなっていう、読まれるコンテンツとか、まあ、Yahoo の場合、どちらかテキストが中心で、ウームさんの場合にはどちらか動画が中心なんだけど、まあ、僕は茨城放送っていう、音声やっていて、なんかそういう、こう、読まれる、それから見れるコンテンツ、どうやってクリエイターが考えて、どうやって測ってるのかなっていうに興味があるんですが、その辺ちょっと、まあ、ウームさんと、それからあと、NHK さんのどうやってそういうフィードバック、メカニズム、どうやって作ったものが見られて、そのノウハウからまた次のコンテンツ作っていくメカニズムがあったら教えてほしいなと思うんですが、お願いします。じゃあ、鎌田さんからお願いします。そうですね。何でも作れたら僕らももっとすごいんだろうなとか思ってたんですけど。まあ、3つぐらいコンテンツの作り方多分あって、まあ、1個は僕たちの場合って完全こう YouTuber、クリエイターと呼ばれる人たちがとにかくやりたいっていうもの。それがなんか見られようが見られてなかろうが、まずは作りたいっていうところからスタートしていますと。で、2個目が、なんだろう、もうすでに目に見えているファンの方々が喜んで、さらにこうファンになってくれるコンテンツ。で、最後が全然今日見たことないけども、その動画を見て興味が湧いてくれるものみたいな、また大きく言うと多分その3段階ぐらい分かれてると思っていて、多分一番最後に言った、その誰が見ても面白いよねみたいなものだと、今度そこに言語がいらなくなったりとかすると、まあ、グローバルでも再生されますよね。よく YouTube でみたいな表現を言うんですけど、多分基本的にはもうなんか、なんとなくコンテンツを作ったから当たる日ってのは来なくなっちゃっていて、みんな YouTube もやっていますってことで言うと、まずはその毎日投稿してくださいって僕らも言ってた時もそうなんですけど、やっぱストーリーをその視聴者の方にも植え付けていかないといけないと思っていて、そういう意味で、こう、再生回数っていうものは結果的なものかもしれないですけど、どのストーリーで、こう、しっかりとコンテンツをその視聴者に当てていくかっていうことを考えていくと、結果的に、しっかりとこうコアファンを作れると思っていて、なんか今もよく登録者数とかチャンネル登録者数とかいろんな表現があるんですけど、登録者数っていうのは僕は合ってないような概念だなと思っていて、登録者数が多いから再生回数が多いっていう人ももちろんいますけども、登録者数が多いけど再生回数が少ないものもあるし、逆に登録者数は少ないけど、すごく再生される動画もあるし、必ずそれは別に YouTube に限ったことじゃなく、Twitter のフォロワーもそうですけど、絶対いい人が絶対なんかいいねが多いかっていうのも違ったりとかするんで、その一本一本のコンテンツでしっかりと、まあ、させるもの、そこにストーリーってものが共感してくると、まあ、固定客じゃないですけど、そういったものが作りやすいのかなっていうふうに思います。はい。あれ、平井さんお願いします。まあ、私どもは、基本的にまだ発展途上なんでですね、これが当たる、あれが当たらないっていうことを、まあ、まさに研究している最中なんで、もう、鎌田さんの方が先輩で、ぜひ教えていただきたいっていう立場なんですけども、まあ、最近の傾向としては、まあ、基本的にまず放送とネットが連動してるんで、我々としては放送枠を最大でも15分ぐらいの番組、アテンションスパンの問題があるので、あんまり長い番組を今新設はしてません。で、短いやつだと2分とか3分ですね。ドラマで3分やったり、アンティブーリングっていうことで、いじめっていう問題を世界的なEBU のプラットフォームで一緒にやって、それを2分で見せるとか、その、まあ、基本的にネットを意識したコンテンツを開発するとなると、まあ、2分とか3分とか5分とか、まあ、せいぜい15分。アテンションスパンの問題があるんで、もう長い番組は国際放送的にはあんまり開発してません。まあ、一方、もちろん50分の枠があって、いい番組をやったりしますけれども、ネットって意識すると、まあそういうことですね。で、そういうことで言うと、まあこの1年ぐらいでものすごいアクセスがあったのは、もちろん Facebook 上ですけれども、やっぱりこう、
喋るとこう飛沫が飛ぶんですよね。で、これ NHK スペシャルでやった動画を切り出して、こう、これがあの、こうウルトラカメラでこう撮ると、こうやってこうバーッと飛んでいって、こう、その辺中でこうなんか、あの、やるっていうのが、その動画が10種類か15種類ぐらいやって多言語でもやったんですけど、まあそれは全部で合わせると、まあもう数千万アクセスが来てるとか、あと意外とあの、こう当たるっていうのが、実はあの、国内放送から切り出したやつでヒューマンっていうサイトがあって、これ短いコンテンツ、2、3分のコンテンツ、並んでるんですけど、非常にハートウォーミングな、あの、人と人とのつながりをこう見せるような、あの、動画なんですけれども、これが意外とアクセスが多かったりっていうことで、まあこの時代、まあもちろんなんかこう、あの、まあギスギスしてるのか、人とのつながりが希薄になってるのかっていうのはあるかもしれませんけど、そういうその、なんて言うんでしょうかね、あの人間と人間のつながりを、こうなんか大事にするようなコンテンツって意外と、ワールド的にはですね、見られているっていうことです。ありがとうございます。じゃあ他に質問のある方、挙手をお願いできますでしょうか。はい、お願いします。あ、じゃあお二人おられるんで、そちらとそちらでお願いします。いいかな、いいですか。ありがとうございました。あの、もともとこのアワードのあの背景がやっぱメディアが、その、社会役になってる部分もあるんで、いいことしてたし褒めようっていう話だったんですけど、その社会役となっているメディアをどうすればいいか。やっぱりこう、トラフィックにビジネスモデルが依存している以上、まあ、フェイクニュースとか、上げ足取りマーケティングとか、まあ、そういうものがどうしてもビジネス的に広がってしまうんですが、この循環脱するにはどうしたらいいか、あの、考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。あの、ウームの鎌田社長に質問なんですけども、あの、高齢者の、YouTube って多分今後増えていくと思うんですが、それに合わせてインフルエンサーも増えていくと思うんですけども、その、マスの高齢者層に、ターゲットをどんどん寄せていくときに何か考えられていることだったり、施策だったり、あればぜひ教えていただきたいなと思います。私、介護用品のレンタルやってる会社なので、ぜひそういう高齢者のインフルエンサーってなかなかいないんですけど、あの、どうやって今戦略考えられているのか知りたいなと思って質問させてもらいました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、最初の質問ですね。メディアの、まさに、社会役、PV の問題だとかですね、そういう問題については、あの、川辺さんからお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、そういうような状況になってる要因っていうのはいくつかあるわけだし、あの、これ、ただ唯一一つの理由っていうのがあるわけでもないと思ってます。ただまあ、いくつかある主要な理由の一つに、やっぱビジネスモデルと連動して、そういうスキャンダリズムみたいなものになってる側面は大きいのかなと思ってます。例えばヤフーニュースですと、ページビューに応じた情報提供料の支払いをしてるわけなんで、ページビューがより稼げそうなニュースをというふうになって、あの、作り手側がなっている可能性はあると思いますし、あるいは週刊誌も、部数売らなきゃいけない。あるいは、その、文春とかです。かなりデジタル対応しているので、記事ごとで売ったりとか、あるいは、あの、他のメディアが引用するたびに API 利用料みたいなのを取ってるわけなんで、やっぱ1記事あたりのページビューを稼ごうとすると、そういうことになってしまう、あの、っていうビジネスモデルの可能性は高いと思う。なんでこれ変えるとしてやっぱサブスクリプションはいいんじゃないかなと思ってます。例えば新聞ってサブスクリプションビジネスで、まあそこまで新聞がその、文脈も無視したスキャンダリズムをやってるかつ、そういうことではないと思うんですよね。あの事実と真実があるとすれば、事実の取材をしながら文脈を加味した真実を、ちゃんと報道しているのが、どちらかというと新聞の方がやっぱ多いような気はするので、やっぱあのビジネスモデルをサブスクリプションに変えていくっていうのは、いくつかある処方箋のうちの大きな一つなんじゃないかなと私は思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、二つ目の質問は、鎌さんからお願いします。はい。高齢者向け、介護向け。まあ、結構ここ何年かで、こう、YouTube の視聴者の属性って限りなくこう上がってきていて、まあ、ちょっと前だとこう、なんだ、若者しか見てないみたいなところが、まあ、すごくですね、こう、増えて、まあ、ちょっと抽象的なですけど、例えば僕らで言うと、草薙剛さんとかのアカウントを運用してたりとかするんですけど、まあ、そうするともう、
スマップのファンとかなんで、30代から70代の女性とかっていう、なんか奇跡的なこうデモグラが生まれたりとかするところで、こう、それもまた Google さんといろいろ話したりしてたんですけど、まあ、ちょっとご質問でいただいた内容で言うと、多分直近は難しいんじゃないかなと思っていて、で、一つはやっぱりこう僕らもこう高齢者向けって、まあ、高所得者、40、50代ぐらいまでだと、すごくこう、単価が高くなって、僕らもゴルフチャンネルとか運用してるんですけど、すごくビジネス的には1再生、多分1円を超える時とかもあったりとかするんで、いいなと思いつつも、それ以上上になってきたりとかすると、やっぱりこう、地上波で、なんだろうな、大河ドラマじゃないですけども、すごくそういうこう、習慣として身についてるものっていうのを超えていくのは難しいなと思っていて、もう一個できることがあるとしたら、よく僕らもその、主婦向けに、何か売りたいですって言った時も、結局ヒカキンの動画を見てるのも、こう子供たちとそのご家族だったりとかするんで、そこをセットにリーチするようなターゲット手法っていうところを模索していくんじゃないかなというふうに思いました。はい。ありがとうございます。あっという間に時間が経ってしまったんですけども、まあ、まさにさっきのご質問ありましたけど、こう、アワードの趣旨ですけども、まさにこのメディアの問題って、さっき出たような、メディアが社会悪になってる部分があるんじゃないかとか、PV 主義になってるんじゃないかっていうことは、別にこのネットになって始まったわけじゃなくて、これはテレビの視聴率の主義の時代から、週刊誌の裏んかな、あるいは新聞だってやっぱりそういう部分は、第7章なりあったりするわけなんですけど、既存のメディアも全て抱えてる。で、ただ、ネットに、期待できるとすると、やっぱり今日の、お三方もそうなんですけど、やっぱ新しい動きが出てきてる。で、その中で、例えばそれを、社会問題を良くしようと思ったり、あるいは、相互チェックが働くようになってくる。メディア同士のチェックだとか、まあ、違う、ジャンルのメディアのチェックみたいなのが始まってくるんで、来て、まあ、それが少しずつ、いい動きを生む可能性はあるんじゃないかな。まあ、少しずつそういう流れも、できてきてるんではないかと思ってます。だからそれを大きく育っていくのが大事かなと思ってますので、まあこのアワードがその、一つになればいいと思ってますし、また今日、受賞していただいたご参加の、ますますの活躍によって、メディアがですね、やっぱり社会に貢献できるようなものになるよう、改めて、進めていけたらいいなと思います。改めて今日の受賞された3人の方に拍手をお願いできればと思います。ありがとうございました。